アイラッシュのクリーニングやっていきます。クリーニングしてから1回つけてて、マスカラもいっぱいついてるし、あとグルーもいっぱいついてるから、これを何回も何回もクリーニングしないで使うと、結局化粧の見栄えが良くないんですよね。そうだから、できることならアイラッシュもクリーニング、お化粧落とすときと一緒にクリーニングしてあげるといいです。このアイラッシュはアメリカで購入したやつなんですけど、前日本で購入したアイラッシュクリーニングしようと思ってクリーニングしたら、ここら辺が緩み始めて取れちゃったんですよね。だからアイラッシュによってもしかしたらクリーニングしない方がいいやつもあるかもしれないし、このアメリカで買ったこのアイラッシュはアデルっていうブランドのアイラッシュなんですけど、これはまあクリーニングしても別に溶けたりだとか壊れたりとかしないで、やってきますね。このコットンにこのさっき化粧落としで使ったアイメイクアップクレンザーを出して、そうで、ここに乗っけて、でこういう感じで畳みます。で擦るっていうか、引っ張らないようにこう押すのが一番いいかな。こうポン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 って押してやるとちょっと汚れ出てきましたよね。そうで、これを繰り返します、なくなるまで。いやー、見てー、すごいでしょ。で残ってたりとかしたら引っ張ると壊れちゃうから、こう押す感じで、まあ、2個コットン使ってここぐらいまで落ちて、でここにグルーがまだ溜まってるっていうかついてるから、これをね、まあ取ってあげる、器用に取ってあげて、はい、こういう感じで、そしたら最後にここにこのままっていうのもね、あれだから、コットンの上にこうやって置いて、私は普通にこのね100均で買ったキティちゃんの入れ物にお水入れてて、これでスプレーして、うん、感じで叩いて、で乾かしてグッドゴーです。で乾いたらこんな感じです。同じアイラッシュをこう毎回お化粧で使ってクレンジングして、でまた使ってってやるのもいいんだけど、まあ何回も使うのもあれだから、まあほどほどに使ってあげるといいと思います。で、まあ、寿命が来たらバイバイする感じで、この子たちはこの私の日本で買ったピルケースなんだけど、キティちゃんのケースに入れて、そう、またねーって、で、はい、こんな感じです。